リトルミックスは2011年に結成されたイギリスの4人組のガールズグループ X ファクター第8シーズンの優勝者である。現在は3人での活動となっている。2012年2011年にワンダイレクションやレオナルイスなどを輩出した人気オーディション番組 X ファクター第8シーズンで番組史上初であるガールズグループでの優勝を果たした。 ワンダイレクションと同じレコード会社そしてマネージメントとの契約を勝ち取ってデビューを果たした。そういったゆえんからワンダイレクションの妹分と称されることもある。デビューシングルキャノンボールとセカンドシングルウィングスは全英シングルチャート連続1位を記録。2012年11月にリリースしたデビューアルバム DNA は全英チャート3位を記録。 米ビルボードチャートビルボード200では初登場第4位を記録し、イギリス出身のガールズグループとしては史上初となる全米チャート初登場トップ5入りを果たしたであった。2013年は新曲を制作するかたわら、本国有形でジャンルを超えた複数の大型フェスティバルに出演した。8月に入ってからはアメリカでファンイベントを開催し、 先日開催されたティーンエイジャーの投票によって各賞が決定するアワードティーン・チョイスアワードにも登場している。2015年には日本の女性ダンスボーカルグループフラワーとの共演作ドリーミントギヤザーを収録 PV 撮影した。同年3月4日発売のフラワーセカンドアルバム花時計に収録されている。ありがとうございます。